はい、OK です、はい、本日の釣果です。寂しい限りです。寂しい。塩はいいんだけど寂しいですね。はい、ものすごい寂しいですね。だけどこのバカ島だが、はい、ナメさん彼ですよ。バカ島田がついにやりました。やりました。あーやばい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 。この野郎でかいでかい。あーでかい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 。バカ島田そっちですかね。いやもう、あ、こいつでしょ。こっちこの子ですよ。こいつですよ。この子でしょ。年足は 52.5 センチ。でかいでかい。あ、違うか。こっちですね、鍋さん。あ、違う。長い。かかりますこれで。長い。長いだけで、はい、あの、大したことない。あ、本当ですか。長いだけ。長いだけですか。ライトが。あ、ライトがね。はいはい。長いだけ。どうすか。はい。もう、全然ダメ。浴衣も似合わないです。そうですか。まあ、まだ若いですからね。あ、そうですよね。いや、でもでかいですね。まあ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 ですね。まあまあすか。まあまあ、これで亮さんがまだ泣くだわ、これが。あ、こっちかな。でもこっちはちっちゃいですよ。こっちですよ。こっち、あの、こっち。熊井さん、これちょっと測ってくださいよ。いいっすよ、出してください。はい。とりあえず証拠出しんで、いくる島田がやりよった。いや、測り方違う。あの、あれ貸して、口。あ、はい、はい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 。これが、こいつがでかい方。はい、この人が、52.5 の方ですね。いやー、でかい。なべさん、魚掴みすぎて弱くなってきてる。あー、そうですか。みんなで壊しちゃうんですよ。ほら、安いもんだからですかね。これで、どうですか。どこがゼロでしたっけ。マンちゃんそっち持って、はい、どこがゼロだっけ。ゼロセンチ、ね、メジャー持って、メジャーピッて引っ張って。ここですね。これがメジャー。え、ゼロそこですか。はい、ゼロはどこですか。金具のゼロ、ゼロこれぐらい。はい、これぐらいですね。あ、これぐらい、これぐらいですか。もうちょっと違いますね。もうちょっとこれぐらいですね。これぐらいですね。はい、はい、これぐらいです。はい、で、この子どかしてこんな感じで見ると、やっぱり52.5、53はないですか。あ、そんな違います。これぐらいです。はい。あらんすね。52ですね。2.5。2.5ぐらいですもんね。はい。そっちは、まんちゃん、そっちも掴んでみて。はい。いいわ、お前写真撮らなくても。もう、早く掴め、それ外して。もうお前。イラついております。熊井さんが、はい、お前外し方わからんのか。はい、でもそれこっちの口ですよ。もうお前と来たらろくなことないんだよ俺。どうですかこの YouTube。 今井さん怒ってますよ。熊井さんがお前上顎にかけてどうするの。ひどい虐待だ。はいはい。これがまあ反対語やってもいいですよ。別にケツから持っててもいいです。どちらもいいです。わお。決めてましょうか。よしよし。この子が、この子が、尻尾、こんなもんか。もうちょっとですね。これぐらいですね。こんな感じですね。これ。ああ、これはやっぱ48。48ですね。8ぐらいですね。この子は48ですね。はい。48です。負けました。島田に。やりました。ちなみにこの小さいのも島田です。はい。じゃあ今回は、はい、熊井さんは負けです。ちょっと鍋さんこれじゃないですか。やっぱりですか。今日の範囲はこのこれですよ。これこれ何ですか。これみんなに見てほしい。よいしょ。これでかすぎるでしょ。よう育ったカラスですね。これは口に入らんすよ。これダメですかね。これをつけてた僕は今日は一匹でした。はい。そんなわけで、今回は、島田さんの勝ちです。また来週。